はい、こんにちは。今日は那須大輔さんとあと松井大輔選手と、一緒に2対13本勝負したいと思います。まず最初に那須大輔さんと YS 最強の左足3人勝負。ルールは、パス交換した後1対1始めて、ゴールキーパーも入れます。ただゴールキーパーは前に出れません。やりましょう。どうも、トモキ。よいしょ。続きましょう。第3行きましょう。ラスト、次。
き分けだったらもう引き分けということで、次の第3のチャンネルに持ち越し。これで守れば小林氏勝ちよ。早いちょっと予想上回ってきた。早っ。そこそこ見えなかった、見えなかった今。OK! じゃあ次は2対2で試合です。松井大輔さんのチャンネルでやります。見てください。お願いします。皆さんこんにちは、松井大輔と那須大輔です。那須大輔です。横浜の武道館で6月18日、那須が来れるかもしれないんで、その時はぜひ皆さん、サインは書くかどうか分かりませんけど、いろいろね、やってくれると思う、写真とか、まあ、来るかもしれないっていうこと、はい、6月18日、今日フットサル初デビュー、実はさせてもらったんですが、非常にもうフットサル、局面戦か、1対1との醍醐味だったり、肉弾戦だったり、かなり面白いと思いました。なので皆さん、これ実際見に行ったら、多分肉弾戦の音だったり、一対一の三幕系の激しさだったり、サッカーの醍醐味がもろめちゃめちゃ詰まってますから、皆さんぜひご来場いただいた方が絶対に面白いと思いますので、応援していただいて、ホーム開幕戦ぜひ来ていただければと思いますので、松井も出場するかもしれないので、はい、それは分かんない、はい、那須も出場するかもそれは分かんない、それはない、なので応援よろしくお願いします。お願いします。